ユーセフ・アンセフ・モハマドは、レバノンの首都、ベイルート出身のサッカー選手。ポジションは DF。サファ・ SC のタブ組織から、トップチームに昇格し、2002年に、オリンピック・ベイルートに移籍した。2000年に設立された新興クラブである、オリンピック・ベイルートでは、移籍2年目に、国内リーグと、国内カップの2冠を達成した。2004年、 代表のチームメイトで前年から SC フライブルクに所属していたロダー・アンタルの推薦によりドイツ分デスリーガの SC フライブルクに移籍した2004から05シーズン終了後にツバイテリーが降格となったがモハマドはチームに残留し2005から06シーズンと2006から07シーズンも SC フライブルクでプレーした 2006年9月22日の SPVGG、グロイターフュルト戦でブンデスリーガ初得点を含む2得点を挙げた。2007年7月17日、ツバイテリーガの 1FC ケルンと契約し、2007から08シーズンの 1FC ケルンは、ツバイテリーガで3位となり、ブンデスリーガ昇格を決めた。2007年12月には、キッカー氏によって、 スバイテリーガの最優秀ディフェンダー部門の2位に選ばれている。2010年1月17日のボルシアドルトムント戦ではチームメイトの DF ケビン・マッケンナの同点ゴールの後にブンデスリーガ初得点となる逆転ゴールを決めた。そのすぐ後にズボニミル・ソルド監督によってクラブのキャプテンに指名されブンデスリーガのクラブのキャプテンになった初のアジア人選手。 中東出身選手となった。2010から11シーズン開幕戦のカイザースラウテルン戦では、レッドカードを受けて一発退場となり、3試合の出場停止処分を受けた。2011年8月20日、あるアハリドバイへ移籍。2000年、20歳のモハマドは初めて、レバノン代表に招集され、AFC アジアカップ2 0に出場した。 10月12日に行われたグループリーグ初戦のイラン戦に先発出場しフル出場したが0から4で敗れた。10月15日のイラク戦はアッバースチャーラーとの交代で89分から途中出場し2から2で引き分けた。10月18日の対戦には起用されず1から1で引き分けたためグループリーグ敗退に終わった。 2004年11月から2005年8月までは代表キャプテンを務めたが、その後、レバノンサッカー協会とレバノン代表監督に強く批判され、批判的な態度を改めるまで出場停止処分を受けた。ありがとうございます。